回の、まあ、新しいところはそうですね、影がねちゃんと車の形に落ちてるんですよ。ですからこれも前からやりたかったんですけど、今回やっとできるようになって、適当な影じゃなくてちゃんと車の輪郭通りに路面に落ちる影ですね。グランツリスモ1と2っていうのは秒間30回の書き換えをしてるわけです。で今回それが秒間60回に変わってるっていうことで、単純に時間方向の情報量って2倍になってるんですよね。でそれが一つと、あともう一つはですね、解像度が縦横それぞれ2倍になってます。ですから、まあ、そこだけ4倍ぐらいになってるんですね、情報量っていうのは。ですから時間軸方向で2倍、それから、画面の面積方向で4倍、それだけで8倍ぐらいの情報がグランツーリスモ2に比べるとユーザーに伝わっているわけですよね。ですからその中情報量の違いっていうのはすごく大きいですね。例えばこう操作をしてから車が動き出すまでの間のそのどれくらい遅れがあるかっていうところで言うと、今まで1秒間に30回の表示でしたから、必ず操作してから30分の1秒後に画面に現れるわけです。つまり操作遅れが30分の1秒あるんですね、必ずあるんです。それはで今回は60分の1秒で描画してますから、その操作遅れっていうのも半分の時間で済むんです。60分の1秒後には車が動き始めるし、画面は変化し始めるんですよね、操作に対して。でその操作遅れの時間が短いってことも実はすごく素晴らしいことで、僕らが作っていく過程でこういろいろ実験してみると、操作遅れが15分の1秒まで遅くなっちゃうんですね。もう車の運転でできなくなっちゃうんですよ。で人間にとってのそのなんか操作遅れ のリミットっていうのが15分の1秒だとすると、前作のグランツーリスモ1、2っていうのは30分の1秒の遅れでしたから、まあ、ようやくギリギリその中に入ってたんですけどね。でも今回それが遅れが60分の1秒になることで、もうずっと操作しやすくなる。だから前例えばグランツーリスモ2の時にはとても乗りこなせなかったような車とか、あるいはものすごく怖い思いをしたコーナーとかっていうのが、今回はですねもっとなんか確かな操作感で操作していけるんですよね。実際の車っていうのは本来もっと乗りやすいものなので、それなんでかって言ったら、やっぱり人間がちゃんとコントロールできるだけの情報を伝えてくれるからですよね。だから、まあ、リアルな車の挙動だから難しいってことは本当はなくて、どうしてもいろんな情報を伝えきれてないってところに難しさの問題があったんですよね。まあ、今回はもちろん実車同様とまではいかないわけなんですけれども、相当高いレベルでいろんな情報をユーザーに返すことができるようになったんで、すごく乗りやすくなった。今これステアリング型のコントローラーで操作してますけど、まあ、ブレーキもアクセルもアナログでもちろん組み分けられるんですよ。で今回の GT でそのどの瞬間が楽しい、例えば操作してる時に何が楽しいかっていうと、フルブレーキングしてコーナーに入ってくるターンインからクリッピングポイントまでの間、例えばブレーキをそーっと離しながらハンドルをうまい具合に切っていくと、きれいに車が旋回していったりとかですね、そういうところのなんか楽しさっていうのが今までの時期に比べるとすごくあって、きれいにこうラインに乗っけていくときの楽しさっていうのが、これも新しいコントローラーの効果の一つですよね。まあ、このイタリア型のコントローラーって結局今フロントタイヤがどういう仕事してるかは分かるんですよ、まだ余ってるのかもう限界なのか、あるいはリアタイヤがもう滑り始めてるのかとかっていうことがステアリングフィールで分かるので、この辺も新しい操作感覚ですよね。
うん、僕らなりに一番理想のレースゲームはこれだっていう理想に向かって、なんていうのかな、作ってるタイトルなんですね。だからある種なんかユーザーの方々が考える夢のレースゲームっていうものと僕らの考える夢のレースゲームっていうものがうまくシンクロしたらいいなって思ってます。それはとてもとても古いお話。多分今でも続いている長い長い物語。すべてが冒険の扉を開く鍵。例えばそれは出会い、例えばそれは恐れ、そして勇気。セブン、モールモースの騎兵隊。